車ってロマンだよね。ちょっとよくわかんないけど、自動車の部品でもパワーエレクトロニクスが活躍してる。え、僕のロマンにも？じゃん。雷神は鋳物ってわかる？金属を溶かして物を作るんだよね。そう。形や大きさが異なる鉄や銅などを溶かして自動車の部品などを作っていく。板チョコ溶かしてハート型のチョコを作る感じだね。ラブ。かつてはコークスっていう石炭由来の燃料で溶かしていたけど、最近は環境への配慮から電気で溶かす誘導炉が主流。そこでパワーエレか。その通り。富士電機の誘導炉なら電気を一気にフルパワーで流して短時間で溶かすことができる。より少ない電気で鋳物が作れて業界トップクラスに省エネなの。さすがです。さらに今、省エネをもっと極めるための研究も進んでいるのよ。省エネを極める？熱流体シミュレーションって技術で鉄の溶け方のムラを減らすことに挑戦してる。ムラ？鉄を溶かすとき、溶け方は均一にならないの。最初に入れた底の方や熱源に近い外側が早く溶けてしまったり。おっと。そこでよく溶けている部分は電力を抑え、溶けていない部分は電力を強めるの。メリハリ。そう。この研究が進めばきっと夢のような省エネが実現できるはず。ロマンだな。僕のこの電気で鉄を溶かして一から車作ってみようかな。ロマンだね。電気を自在に操る技術で環境に貢献しています。パワーエレクトロニクスを社会の力に、優しさに。富士電機。